皆さんこんにちは。みっぴ旅行です。前回の動画は見ていただけましたでしょうか？私は今ワンワールドの世界一周航空券で世界一周旅行中でございまして。カタール航空のビジネスクラス旧スイートに乗ってドーハからニューヨークへやってまいりました。 まあ、エアポートトレインってフィデュラルサークレープっていうシャトルバス乗り場の駅に向かっていって怪しいとことですけど無事にヒルトンホテルのシャトルバスに乗り込みました到着ターミナルのところで荷物をピックアップするところでカタール航空の スタッフの人に事前に電話しておいてもらったんですね私アメリカで携帯が使えないのでシャトルバスピックアップお願いしますっていう風にそしたらすぐ迎えに来てくれてました電話してよかったです電話しないとなんか30分ぐらい来ないらしいのでシャトルバスで5分か10分ぐらいでヒルトンホテルに着くみたいです いろんなホテルが集まってますね。マリオットとか。ここか。ヒルトンホテルに到着しました。こうヒルトンにしてはちっちゃいかも。ここがフロントで、で、もうチェックイン今終わって、お部屋に向かうところです。あ、プリンスさん。それでプールもあるみたいですね。 乗りえましょう12階まであるんだ私3階のお部屋でした326無事にチェックインしてお部屋に着きましたということで簡単にルームツアーしていこうと思いますこちらはヒルルトトン JFK エアポートホテルですお部屋に入るとキングサイズの大きいベッドが1台ありますね テレビこの辺は何なんだろう冷蔵庫か空の冷蔵庫コーヒーとかこれはなんか収納ですねんだ年季が入ってますねこのデスクも会社のデスクみたいなソファーもすごい年季が入ってます窓の外の景色は駐車場ビューですね 飛行機が見えればよかったんですけど、駐車場でした。こんなお部屋です。多分結構築年数経ってそうですね。現代的な新しいホテルではないですね。でも十分です。ベッドが広いので気持ち良さそう。こう高さがあっていい感じですね。よく眠れそうです。お風呂場。ここがクローゼットになってます。セキュリティボックスも 手洗いここで、ね、残念ながらバスタブはありませんでした電気つくのかな暗いですねなんだお天気ないのかなここまでしか明るくならないんだちょっと暗いちょっと暗いえこれ電気ないんだということでコンディショナーシャンプーとかはあるんだボディーローションシャワーキャップ 流しってタオルもあります1泊だけなんですけど空港泊します今回の世界一周旅行で3個目のエアポートホテルですね私全部ヒルトンにしてますねそういえばエアポートホテルは全部ヒルトンだヘルシンキフィンランドヘルシンキとあともう一個どっかと思ったあ違うわパリのイイビビススでしたイビスアコーグループ3つ目のエアポートホテルがこちら JFK ニューヨークのヒルトンホテルを選びました ヒルトホテル安心感があるのとエアポートに近いところの立地がいいのでやっぱヒルトになっちゃいます、ね、あとシャトルバスがあるっていうのでこちらに一泊しますちょっとプールを見に行ってみようかなと思います屋内プールがあるみたいなのでプール閉まってますねていうか全然機能してない緑色のプール 今、夕方の6時半ぐらいなんですけれども、シャワーも浴びて明日の支度も終わりました。こちらのね、ホテルなんですけれども、一泊いくらだと思いますかヒルトン JFK エアポートホテル、アメリカなんでね、結構高かったです。でもこちらのお部屋、まあ割と広いですね。ヨーロッパとかに比べると、 そうですね。今までの2倍、2倍、2.5倍ぐらいありますね。ロンドンとかパリとかに比べると。結構でもね、お部屋は割と暗いんですよね。<laughs> 電気が少なくて。ニューヨークで、まあ、マンハッタンとかではないので、空港、エアポートホテルなので、広いのかもしれないんですけど、こちら24000円でした。一泊、えー、素泊まりです。朝食とかはついてなくて24000円でした。 私はあの安全性を一番に考えていたのでモーテルとかだとねちょっと怖いな治安が悪そうだな <laughs> と思ったのでヒルトンとかシラトンとかアコーグルーヴとかそういうホテルをね選ぶように今回はしておりますなので今日もねヒルトンイアポー,ートホテルを選びました ニューヨーク、アメリカの入国なんですけれども、私、アメリカ入国の時に CTC っていう宣言書が必要ってお話ししたんですけれども、それ必要ありませんでした。エスタの確認とかもなかったし、そのコロナワクチン接種アプリ見せてとも言われなかったし、その宣言書も必要なくて、何にもいりませんでしたね。しかも入国あんまり混んでもなくて、すんなり入国できました。 ただ、あの、ヨーロッパとかのがでも入国スムーズでしたね。人にもよるかもしれないんですけれども、私のそのパスポートコントロールの人は、パスポート見せて、何日宿泊するのとか、ニューヨークに、で、私、1日だけなんですね。で、1日って言ったら、え、なんでみたいな感じになって、で、この後どこ行くのって言われて、で、まあ、次の目的地を行ったら、 言ったらそこで何するのとか結構突っ込まれましたね。帰りの日本に帰るチケットを見せてとか言われて。で、それも私いいチケットなのですメールで探してちょっと時間かかって。で、本当に旅行なのとか深掘りして聞かれましたが無事にアメリカに入国できました。びっくりしたのが本当に宣言書とか必要ないのがびっくりしました。日本にいた時に調べてたら宣言書とか が必要だったんですけど、何にも言われませんでしたね。なんでだろうドーハから来たからかなこちらのホテルなんですけれども、シャワーがね、なんと、とっての持つシャワーじゃなかったんですよ。これ、上から出るタイプの、プールのシャワーみたいな感じで、これがちょっとね、使いにくかったです。あと、これ、 ホットとコールドがあって、これで調整するんですけど、なかなかお湯が出なかったです。なので、2分ぐらいお湯が出るのにかかった、かかって、ちょっとね、待ってらいは結構寒かったですね。シャワーがこんな感じでちょっと使いにくくて、あと床がね、タイルなので、ビーチサンダルで入りました。なので、ビーチサンダルね、持ってきた方がいいと思います。サーシュだとちょっとね、滑りやすいし、寒いと思います。 ビーチサンダル必須ですこのジョエンフ・ケネディ国際空港ってエリアがここジャマイカなんですよだからちょっと治安があんまり良くないっていうのをネットで見てちょっと怖いなと思ってたんですけどニューヨーク私第8ターミナルに到着してそこからスカイトレインで一駅だったので ま、2分ぐらいかな。そこからヒルトンのシャトルバスにもうすぐ乗って、こちらのホテルにダイレクトに来れたので、全く外は歩かずに、ホテルのお部屋に到着したので、その点では安心でした。エアポートホテルでもちょっと離れてたりとかするホテルもあるので、そういうとこだとちょっと治安が心配だと思うので、この辺りは近くにマリオット、マリオットとか、ヒルトンとか、コートバイマリオットかな。 とか、この辺はホテルが集まってるので、そういうチェーンの大手のホテルが集まってるので、そういうところに泊まった方が、やっぱり安心感はあるかなと思います。ホテル選び、私は、こう、安全性を一番に考えて、ちょっと高くても、あの、アクセスが良くて安全なホテルを選ぶように気をつけておりました。なので、まあ、ここで良かったかなと思います。ちょっと高かったですけどね。ジョン・ F ・ケネディの空港内に、 TWA っていうホテルがあるんですよ。本当にもうエアポート、シャトルとか乗らなくてもいい、本当にターミナル内のホテルがあるんですけど、そこはね、予約が取れなかったんですよね。ブッキング .com とかホテルツ .com とかエクスペ,ア,ペディアとかで見ても空きがなくて、ターミナル内なので近いし安全だなと思ってそこが良かったんですけど、取れなくて、このヒルトンホテルを予約した後にもう一回調べてみたら、ブッキング .com とかでは取れないんですけど、直接、 ホームページから行けば予約空いてました。だけどちょっとやっぱり高かったですね。4, 4万ぐらいしたかな一泊。ここは2万4千とかだったので。まあいいですね。こちらではい十分です。明日起きたらちょっと次どこ行くか。明日のフライトについては明日起きたらまたお話しようかなと思います。今日はね需要時間の長距離フライトで2億に ハライトできたということで、給水筒で快適だったんですけど、ちょっと疲れもつままってるので、今日は早めに寝ようと思います。それでは、やすみなさーい。また明日。皆さん、おはようございます。ニューヨークの朝です。今、朝の7時くらいなんですけれども、昨日は夜7時くらいに寝て、もうたっぷり睡眠、 8時間9時間ぐらい撮れたと思います。ということで今ね、私ニューヨークのエアポートホテル、ニューヨークのホテルにいるんですけれども、今日のニューヨークは、えー、雨ですね。はい。朝雨が降っております。ヒルトンエアポートホテルに泊まってるんですけれども、もうベッドがね、ふかふかですごく大きくて寝やすかったです。やっぱりヒルトンホテルってなるとね、ベッドの質も良くて、 マットレスもね、こう、分厚い高いタイプで、私の好きなマットレスだったのですごくぐっすり眠れました。なんか鳥が、後ろ <laughs>。昨日のカタール航空のビジネスクラス搭乗機の総括をしたいんですが、昨日は、本当にもうロングフライドでしたね。14時間50分。超ロングフライドでした。正直まあ、昨日このね、ニューヨークに着いた時はまあ、 疲れもあったんですが、飛行機に乗っている時はもう全然すごく快適で、もう給水トでも個室になるのでね、ドアが閉められて、ほとんどもうファーストクラスみたいなシート、座席だったので、すごく快適に14時間50分過ごせました。昨日のドーハ、カタールドーハからアメリカ、ニューヨークのフライトは、調べてみたら普通にビジネスクラスの予約をしたら80万するんですよね。 なので、私は世界一周航空券で予約したんですけれども、ほぼもうそれで元が取れるような路線になります。あと他は皆さんお金持ちの方とか、あと、まあ、マイルで撮った方とか、あとはまあ、出張会社の仕事できてる方とか、あと、世界一周旅行できてる人はいな、ま、そうでしたね。私ぐらいでした。というか、アジア人がもうほとんどいなくて、私だけでしたね。はい。 ビジネスクラス乗って行って、今回の世界主旅行で、アジア人はほとんどいないですね。というか、日本人はもちろん誰もいないですし、アジア人も私一人しか基本的に、あの、見渡してみると、 いなかったです。長距離路線なので、もちろんフルフラットにできて、そこであのベッドとして寝るんですけど、旧スイートってほとんどもう、まあ、ファーストクラス扱いなんですよね。ビジネスクラスしかなくて、ファーストクラスはないので、CA さんがベッドとか作ってくれるサービスあるのかなと思ったらね、そういうのはありませんでした。ビジネスクラスなのにパジャマをくれたりするのはね、すごくさすがのサービスだなと思いました。機内、座席にはもちろん USB ケーブル、スマホとかね、充電できたり、 usb も2個ぐらいあったかな。はい。なので、スマホとデジカメとか、モバイルバッテリーも充電完璧にできます。私は実は今日もうニューヨークを出発して、今日もまたフライトがあるんですよね。今日はなんとここニューヨークからどこに行くと思いますか私はヨーロッパ大陸から世界一周航空券でアメリカ大陸に来ております。実は今日ロサンゼルスに フライトで向かいます。ということで、ニューヨークからロサンゼルスのアメリカ大陸横断となります。どうしてもね、やってみたかったんです。ニューヨークからロサンゼルス端から端のアメリカ大陸横断フライトのレビューをしていきたいと思います。もちろん使うのはアメリカン航空です。ご覧の通り、私は2日前にパリを出発しました。ドーハとニューヨークで乗り継ぎをしまして、 ドーハで15時間、ニューヨークで20時間の乗り継ぎとなっておりますそしてロサンゼルスが今回の大移動の最終目的地になりますパリから出発してドーハ、そしてアメリカ大陸に入りニューヨーク、そしてロサンゼルスなんと総移動時間62時間55分の大移動になります トータル2日半の移動になっておりました。次回はアメリカン航空のビジネスクラスで行くニューヨークからロサンゼルス間のアメリカ大陸横断フライトの動画になります。ぜひそちらも楽しみにご覧ください。ということで私はもうね今日11時のフライトでロサンゼルスに向かうのでそろそろホテルをチェックアウトしてジョン・エフ・ケネディ国際空港に向かいたいと思います。カタール航空 の給水道ぜひ乗ってみたかった路線なので本当に乗れて良かったです座席給水道はね本当に最高でした良かったら皆さんも乗ってみてください私はまた次いつ乗れるかもう一生ないかもしれないんですけれども最高のね経験ができましたここでね一旦動画を切ろうと思いますということで最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回はアメリカ大陸横断動画でお会いしましょう チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。そしてこの動画が良かった、面白かったという方はぜひグッドボタンやコメントそして高評価もお願いします。それでは今からロサンゼルスに行ってまいります。行ってきます。